呼ぶこぶえ、呼びこぶえとは次の二通りの意味を指す笛である。原理は、人を呼ぶ合図に吹く、小さな笛で、目明かしなど、江戸時代の警察機構の構成員によって用いられたことによる。現在主に用いられる全車タイプの呼ぶこぶえは、金属製、またはプラスチックでできており、他人の注意を引きやすいよう工夫されていて、また携帯に便利なように小さい。しかしその音は、 とりわけ大きく音楽を奏でることを主体とする感覚器の笛とは違い、音程は固定され、ある意味では非常に耳障りな音を出すようになっている。そのため非常に耳につき注意を喚起する音でもあるため、雑踏など雑音の多い環境においても認識性が極めて高い。現在はホイッスルと同じ意味で使われ、弾の入っていない。 その場合は、和音で鳴る複合笛であることが多いものも指すことも、ある。コルク入りのホイッスルは水に濡れたり息による水滴が多くつくと弾が回転しなくなり、音が小さくなったり、不安定になりやすいという欠点があるが、異なる音程の管をつなげた和音タイプの笛、フラットホイッスル、単管笛などは弾が入っていないので水に濡れても、遠くまで音が響くという特徴がある。 よって単管へは、ボーイスカウト、海上保安庁、ライフセーバー、船舶等、水に濡れる機会の多い場面で用いられている。その点から、海上保安庁公認の救命胴衣にも、必ず単管タイプのホイッスル装備することが、義務付けられている。紛失防止の観点から、首から下げられる紐、ストラップがついており、一万一強い力が加わると、 紐が外れ窒息事故を未然に防ぐ機構を装備した製品もある。また最近は口に加えて吹くのではなくボタン電池あるいは乾電池を用い、本体のボタンを押すと電子音が鳴る電子ホイッスルも登場しており、このタイプはスポーツインストラクターなどの間で衛生的と好評である。古来からの呼ぶ小笛は単管タイプのものを指すのが普通であり、写真参照。 木や竹を使った単管タイプで、ピー音のみを発する。最近ではプラスチックで作られたものもある。このタイプの呼ぶ小笛は、江戸時代に目明かしなどの警察機構の、構成員によって用いられていて、時代劇等でも目にするのが有名なほか、現在では、最例、一例として、上神大神宮と魚祭の出し進行役度における、三越、出しの出発、 停止合図などにも用いられることがある。最近は、被災時、緊急時において、大声を出し続けるよりも、笛を吹いた方が体力を温存でき、かつ救助要請の信号が遠くまで伝わる、という理由から、救難グッズの一つとして100円ショップにも数、並ぶようになった。登山など、屋外活動でも、遠くまで音が届くため、アウトドアショップのような店舗でも似たような製品が見られる。 ホイッスル。なお、登山用途ではクマなど大型野生動物との不意な遭遇を避けるために、鈴と併用して呼ぶ小笛をこまめに吹き鳴らすことにも用いられる。最近では呼ぶ小笛の他にクマよけを専門とする笛のクマよけホイッスルも販売している。防災用品としては、地震で倒壊家屋や家具などの下敷きとなって救助を求める際に用いられる。 防犯グッズでは防寒に襲われた際に助けを求めるための道具として注目された。ただ一般向けの製品では2000年代において防犯ブザーのように注意を喚起する電子音を発する機器もあり、やや効果ではあるがこちらを利用する人もいる。なお防犯ブザーでも呼ぶこぶ絵のように短いサイクルで音程が変化するものが主流である。ソニーが製造、発売している 非常用ラジオ ICFB7、B01、B02、B03、B08、B88、B09、B99 には、非常事態であることを周囲に知らせるためのホイッスルが付属されているオレンジ色の透明デザイン。ICFB08、B88、B09、B99 に付属のホイッスルは同じオレンジ色だが透明ではない。 本体サイレン機能は全機種非搭載。ただしこちらはコルク入りのヨブコ笛タイプではなく水濡れに強い単管タイプで音色は一音式でヨブコ笛に似ているソニーのロゴが本体標側に書かれている。なお首掛け用ストラップはホイッスル本体にストラップ取付け穴がついているもの別売りとなっており ICFB01、B02 IC、B03 B B B、B08 B88、B09、B99 は、市販品を取り付け、紛失防止策として付属ハンドストラップへ本体と一緒に取り付けることもか、ICFB7 はラジオ本体、ハンドストラップにホイッスルがついた形である、ストラップは、ラジオ本体からの取り外し負荷、首掛け仕様ではない。初期機種である ICFB7、B01、B02、B03 に、 付属のホイッスルは、ストラップ取り付け穴が小さかったが、2代目 B08、B09、B99 に、付属のホイッスルは、ストラップ取り付け穴が大きくなり取り付、け、取り外しがしやすくなっている。パナソニックエナジー社は、本棚などにおける、乾電池防災上微箱、電池の本を発売しており、長期保存が可能な超寿命アルカリ乾電池、イボルタと、 オレンジ色のフラットホイッスルで構成されいる、エボルタ単1、単2角4本セットと、単3、単4角8本セットの2種類を販売。ホイッスルに取り付けるストラップは付属されておらず、市販品を別途購入する形。現在でもスポーツ競技などの合図や、信号用などとして、一般的に用いられる。また、警笛としての用途に用いるため警察官や、 警備員が携帯していることも多い。前者は白のプラスチック製を交通警察、青のプラスチック製を刑事警察に、銀色の金属製を地域警察に。後者は警備会社によって異なりプラスチック製の場合と、真鍮製の場合と二通りある。こちらは注意を喚起して身振りによる指示を明確に伝えたり、他人に注意を呼びかけるために使われる。マーチングバンド。 古敵体においては、指揮者であるドラムメジャーにもホイッスルは必需品。メジャーバトンと併用して進行、停止のみならず体型、双方の変化をホイッスルの水面感覚で図するドラムメジャーが吹くホイッスルの種類は体によって異なり、騒がしい中でも音が確実に聞こえるタイプとして、プラスチック、真鍮いずれかのコルク入り呼ぶ子タイプを用いる。 クレーン作業現場においては、作業員に指示を出す、玉掛けが吹くホイッスルの睡眠感覚によって、オペレーターは、クレーン操作のタイミングを判断している。騒がしい工事現場でも、確実に聞こえるよう、主に新中性呼ぶ小笛が使われている。玉掛けの吹くホイッスルは、クレーン操作指示のみならず、釣り荷が一般の通行人、障害物、 他の作業員にぶつかって下する事故を防ぐ上でも重要である。鉄道業界では駅係員がホームでの危険行為を回避するために使用している。こちらは騒がしい駅構内でも確実に聞こえるよう、新中性かつ中高音タイプの笛が用いられる場合が多い。車掌も列車の発車の合図などに用いている。最近では 駅での発車メロディーの普及に伴い、笛の使用が省略されたり、JR の大都市近郊線、乗務員のワンマン化によって車掌そのものが乗務しななった路線が増えるとともに、これらの路線の駅構内でこの音を聞くことは減ったが、そのような体制にされていない車局の路線では、現在も使われ続けている。大手玩具、メーカー、タカラトミーは、専用の笛で、プラレール車両をコントロール。 笛を吹いて、車両の発進、加速、停止指示ができる、笛コンプラレールシリーズを2015年4月23日に発売いた、マスダヤが、かつて発売していた、ソニコンシリーズと同じ。ただし、一般の呼ぶ小笛を吹いても、車両コントロールはできず、車両は同梱されている笛の音にしか反応しない。刑務所の場合、 呼ぶ小笛は、刑務官が必ず携帯しなければならない道具と法律で、定められ、資業前転校及び装備品点検では、呼ぶ小笛がきちんとなるかどうかの点検が必ず行われる。なお、呼ぶ小笛という言葉は、刑務官が携帯するホイッスルの正式名称となっており、受刑者が脱獄するなどの非常事態を周囲に知らせる役目を持っている。ネクスコなどの、 各道路管理会社ハイウェイパトロール隊員や JAF のロードサービス隊員も危険周知、各種規制合図、車両誘導などのためホイッスルを傾向しており、特に高速自動車国道自動車専用道路においては、隊員が事故者、故障者や路上の落下物を処理中に、後続車に惹かれる事故を防ぐ上で、ホイッスルが重要アイテムとなっている。消防隊員、警察の機動隊員、 自衛隊員も危険周知、隠し合図、車両誘導のためホイッスルを傾向。特に消防隊員は騒がしい現場でも指示や危険周知が確実に伝わる。要、サッカーなどのスポーツ審判員が用いるホックス40という型のホイッスルを用いることが多い。スポーツ審判員が用いるホックス40ホイッスルは黒の場合がほとんどだが、消防隊員が用いる。 ホックス40ホイッスルは目立つ、要救助隊員の活動服と同じオレンジ色。バスガイドは、バック誘導時に、周囲の人が車両に惹かれたり車両が他の障害物に接触する事故を未然に防ぐ、目的からホイッスルを用い、その睡眠感覚で運転手は、ブレーキアクセルクラッチハンドル操作のタイミングや、周囲状況を判断している。ただし近年は、バックモニターの普及や、 騒音防止の観点から笛でのバック誘導を禁止する観光地の増加によりバスガイドが笛でバック誘導をする場面は少なくなっているバスガイドが用いるホイッスルは新中性の中高音タイプが多く紐で首から下げるのではなくキーホルダーをつけて普段は制服のケットやハンドバッグにしまう場合が多いさらに近年は防犯上の観点からスーパーマーケットのレジ係員が 首からホイッスルを下げ、一万一強盗に襲われそうになった時にホイッスルを吹いて周囲に非常事態を知らせる措置が取られている保、幼稚園、保育園、学校の教職員が体育の授業や運動会時に用いるホイッスルも不審者侵入という非常事態を周囲に知らせる手段として近年注目されている。昔から 祭りの縁日屋台では子供向けの人気キャラクターがデザインされたカラフルなホイッスルをはじめ、笛付き発火パイプも売られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。